はい、というわけで、改めまして、準決勝の試合をこれからお届けしていきたいと思います。はい、左が、あった、あ見えちゃった。まあまあまあ。ですね。まあ、もうどうせ出来はバレてるんで。はい。そうですね。左が、ミドダンタッチアオーを使用する武田博樹選手で、右が、中道大輔選手。デッキが赤白ですね。そうですね。はい。はい、これ、右、中道さんだけシャッフルしてるということは、多分中道さんはマリガンを選択したのかな。はい。ということでしょうか。あ、もう、ありますもんね。武田さんは手札。そうですね。はい。先手後手は、どっちですか、水産の上位は、中道さん。そうですね。中道さんが3位通過で、武田さんが6位通過。はい、となってます。中道さんの先手ですね。はい、あ、聞こえたということで、はい、よかったです。え、実はその早いうちから聞こえてないっていう情報だけ出回って何とかしてたんですけど、はい、大変失礼いたしました。はい、はい、この優勝候補対決というのが本来、ね、デッキが強い2人。そうですね。はい、武田博樹さん、ミドタンタッチャオで、ギガントサウルスまで入っている、しかも2マナのマナクリーチャー、僧帽地帯のドリードも3枚入っている、かなりしっかりとしたミドタンタッチャオ。はい、タッチアオの内容もかなり非常にいいですと。はい、一方の中道選手は、赤白のトークンビートですね。はいはい、横並べにして、鼓舞する突撃、もしくは、うん、ラッパの一吹きを打ち込む、ビートダウン、はい、どちらもかなり完成度が高くか、いう形になってますと。しかも中道選手はプロフィールでおっしゃっていた、はい、ベストカードに選んだリジー騎兵隊が2枚入ってますからね。そうですね。はい、素晴らしい。予選ラウンドでも活躍した凛々しい騎兵隊を今回も使って、はい、っていう形ですね。さあ、早速ゲームの方が始まっていまして、今、2体目に手前たのがビアシーノのグレンジズシーですね。なんでデッキ2枚入ってます。2点としかし、そうですね、出てくる、はい、武田さんの、2マナ池のクリーチャーが僧帽地帯のドルイド、2マナ池さんのドルイド3枚と高知の獲物1枚というかなりビートダウン殺しなんですよね。1、3っていうのが、はい、しかしこれ手前なら旬目と、はい、ペガサの旬目いいですね。緑に対してやはり飛行で殴るのが一番いいので、はい、この今、まあ、端的に言うと価値が失っていた21に価値を持たせることができる、はい、継続的にダメージを与えることができるペガサの旬目、うん、大雲以外は止まらなさそうに見えますね。はい、なのでもちろん武田博樹選手はやはり青緑というカラーの問題もあり除去は少ないんですよね。はい、狂気の人神が1枚しか入ってなく、うん、青いところも、バウンス、いわゆる、手札のクリーチャーを戻す呪文は排斥する魔導士が1枚と、はい、という形なので、あのペガスの瞬明に触れるカードは2枚しかありません。しかも、緑結構たくさん取ってるんですが、どうやら雲は入って1枚入ってますね。大雲は、はい、大雲が1枚入ってるので、はい、さあ、ただここは旬目と一気にビアシノで3点を入れに行きますと、はい、5点かな。あ、5点ですね。はい、なので一気にダメージを詰めていきますと、はい、さらにトークンが出た。ちょっと、はい、そう、予選ラウンドも思ったんですけど ね、中道選手ベーシックラウンド持参してるようで綺麗なんですよね。まさかの持参。いや、完全に個人的な趣味なんですけど、僕も全ティカの、エーボン、はいはいはい、ジョン・エーボンのランドすごい好きでいつも使ってるんで、はい、しかもまあ平地と山っていうのは一番イカさんが好きなんですかね。いいなと完全に、はい、この試合には何のない関係ないことをお届けしましたが、はい、竹谷選手はイノシシ。いや、豚って言いそうになっちゃう、ね、はい、しかしこの盤面の根本的な解決にはなってないですね。現状はペガサの旬目 と、まあ、パー2のクリーチャーの3点クロックが止まらず、はい、で、地上の中見選手が並んでるクリーチャーが殴ってるときは、うんうん、ラッパがあるときなので、うん、はい、4-3も 1-1 と相打ちなんですよね。今怖いですね、このラッパが。はい、なんでこれも間違いなくこれはラッパですね。ラッパの一撃もしくは、鼓舞する突撃のどっちかがあります。はい、はい、そのどちらもが厳しい。それ以外は、いわゆるジャイグロ巨大化系の呪文は、入ってない。はい、反逆の行動だけですね。いわゆる、レイコマ。レイコマ、落としつけが1枚ですね。はい。なので、ここでどっちかが飛んでくるはずですね。はい、はい、ありましたと。さあ、しかも、チャンプブロック、ブロックさえ。まあ、まあ、全部交換ですね。交換になりましたね。3、4、3。10点入って2ゲイン。いや、すさまじいです。残り8かな、これで。そうですね、3、5を。うん。10点入った、はい、3-4-3の10点入って2ゲインなので、2ゲインですよね、あいつ。2-7-1の仕方は。ね、コーチの獲物か。で、一気に。あれ、ドラフトです。決勝のドラフトですね。
まあ、中道選手としてはいつ使ってもまあ大体同じような効果なんで、うんうんうん、これ以上ブロッカーが増える前に今のうちに打っておいたって感じですね。なるほど。このターン、こういったクリーチャーを出させると。いや、このターン打っちゃうとさっき通った1-1、要するに3点分減っちゃうんで、はいはいはい、いかにダメージが本体に取るときに打つかっていうのも大事になりますね。そのあたりの見極めが、はい、ちゃんとしっかりしてると。はい、もうこのターンにしっかり打とうという、うん、さあこの戦慄大口が殴れば早いんですが、殴れるターンにはまだちょっとならないという。そうですね、このあの 1-1 のアタックですらきつい、はい、まあ、ただもうここは殴るかな。もう4も3も4、はいはい、3点入っても4点入ってもほぼ変わらんやろぐらいで、殴りいかないと勝てないので、多分、はい、あ、排斥するもの、あ、強造で6点殴るかな。はい、一気にダメージレスですね。で次のターンにしかも12点になると、はい、そうですね、武田選手合力化プラス4のジャイグロが2枚入ってるので、はい、これ大逆転ありえますね。プレッシャーがすごいですね。あ、なんならこれもう一応次14点ぐらいありそうだけど。さて、ね、中道選手も一気に厳しくなりました。場だと3点しか入らず、1、2、3、4、これ、あれですね、武田選手がランドを引くと14点入りますね。はい。あの、今、恐竜が2枚いるので、はいはいはい、8マナで2体にアンブロッカブルをつけて、本体がアンブロッカブルでぴったし14点です。おー、なるほど。土地を引くか。引かなかったかな。引いてないアクションですね、これは。はいはい。引かないと逆に足りないので、うん、武田さん、うん、まあ、チャンプブロックして、ね、トランプルダメージが入ると、トランプルダメージが、まあ、ちょっとだけ入って、うん、なんでこのターン土地か合力化を引くと武田選手の勝ちだったんですが、うん、引かなかったのでこれは厳しいか。はい、アンブロッカブルの付与が1体しかできないので、できないと足りないと。そうですね、現状だと1体つけて8点は確定で入って6点、はい、残りの6点の方を、まあ、チャンプブロックでしのがれて、うん、トランプルダメージが、ね、少し減ってしまうので、うん、手札に合力化もしくは土地がない限りはちょっとだけ足んないですね。まあ、このスピードだと足んなそうな、はい、感じしますね。めちゃめちゃ考えてますからね、なんとかひねり出せないかと、はい、人間勝つときは早いですからね。負けそうなときこそ考えることが多いので、現状は足らないですね。8点、そうですね、中道さんの猛攻かと思いきや武田選手の大逆転かと思いきや、お互いにデッキがとんでもないく強いから、ね、強いですね、お互い、はい、ペガサスがやっぱどうしようもないっていうのが、でもこの青緑の弱点ではありますね、はい、弱点ですね。どうしてもやっぱしこの白いデッキのペガサスをどう止めるか、うんうん、なん で一応サイドボードにも垂直落下入ってるんですね、武田さん。サイドボードに2枚、あ、じゃなくてメインとサイドに1枚ずつあるんで、はいはいはい、ゲーム1の方は、中道選手が勝利いたしまして、これがゲーム2に移りたいと思います、はい、かなりもう一旦差というか、素晴らしいゲームですね。そうですね、なんか中道選手の圧勝かと思いきや武田さんの急遽12点クロックが出るが足りずということで、はい、そうですね、はい、はい、じゃあこれを受けてこれからサイドボード、はい、先ほどおっしゃったように垂直落下の2枚目はどうですかね。そうです、ね、いや入れますね、入れますか。いや、ただ中道選手の、あ、これは、あ、入れます。なぜかと言いますと、はいはい、飛行自体は、実は中道選手そんなに多くないんですが、はい、その多くないというのも、ただ3体、ペガサスの春目と、サビ色翼の早草、はいはい、1万1に飛行の3体、1万1に飛行、はい、3体しかいないんですけど、うん、この早草に、騎士の、名役、制約、はいはいはい、2マナプラ2プラ2のエンチャントなんですけど、はい、この1マナ1、2飛行の早草と制約が2枚ずつ入ってるんで、はいはいはい、かなりこの1、2飛行にこのエンチャントをつけたいっていう意思が明確なんですね、はいはいはい、なのでその早い3%3の飛行のクロック、うん、あとまあ今負けたようにペガサス、うん、これがあまりにも致命的なので、はい、概ね2枚目の垂直落下入れることになるんじゃないかなと思いますね。第1交換が取れることを見越してということありますかね。そうですね、うん、だというかまあどっちかというと、もし腐ってたとしても、はい、それ飛行じゃなければ盤面は止まるので、あ、なるほど、こっちのでかいという、その負け筋を潰す意味で入れるかと思います、はい、なるほど。もちろん垂直落下2枚引いたら1枚は腐るかもしれないですが、はい、そのリスクを犯してでもちょっとそれに負ける可能性がまあまあ高いので、うん、なるほど、おおむね入れるんじゃないかなと思いますね。はい、さあ一方それを受けて中道選手ですが、はい、まあ、垂直落下がやっぱ相手は見えてるわけですね。そうですね、で垂直落下が見えてるのでそのオーラを逆に減らしたりするのかどうか、はい、うん、っていった問題もあるんですが、入れるカードとしてはどうでしょうか。中道選手はこの火山のドラゴン
どうですかね。そうですね、もちろん垂直落下が増えそうなのに飛行クリーチャーを増やすのはあまり得策じゃないんですが、今どれか残るやろ、はいはい、もしくはまあどうせ地上はすぐ止まるからっていう意味で入れそうかな、これは。なるほど、まあ、結局まあ垂直落下2枚あるとは2枚しかないんで、はい、ペガサス殺された後ドラゴンが走るみたいな展開を予想して、あと後手なんで、まあ、土地16でも6マナ行き1枚ぐらい引くやろうみたいな。浄化の輝きはどうですか、あのサイズがでかいから。ああ、浄化の輝きは、後手とはいえ、ちょっと自分のダメージがでかすぎますね。はい、うん、あの、ゴブリンの先導者、1マナ、2マナで112体、はい、と4マナで、22が2体、リーシー騎兵隊っていうのがデッキの核になってて、はいはい、それとラッパの一吹きと、うん、鼓舞する突撃がデッキの軸になっているので、どうしてもそういった盤面を構築せざるを得ず、コントロールプランを取りづらいっていうか、ね、そうですね、はい、なので多分いくら後手で相手が緑とはいえ多分入れないかな。ヨーガンの斧はどうですか。ヨーガンの斧はありえますね、うん、さっきその火山のドラゴンって言ったのも一緒で、はい、その盤面特に地上だけで相手のライフを20点削るのが難しいから、うん、無理やり攻めて、はい、その別角度で勝とう。なるほど。っていった可能性はまあまあありますね。もう地上はチャンプして飛行とプレイヤーだけで打ち込むみたいなプランもあり得るので、溶岩の野と火山のドラゴンは、まあ一応サイドインの候補には上がってると思いますね。はい。信仰の伝令ってなんだっけな？信仰の伝令。信仰の伝令。メインに入っててカード名で少しわからないカードがあったので4マナ24かな。信仰の伝令どれだ。メインに1枚入ってるんですが、あ、5マナ43飛行か、強いですね、はい、強いですね。なるほど、まあ、なのでそうなると垂直ラック絶対入れますね、うん、はいはい。というわけで1段目はこの高ですかね、はやぶさですかね、はやぶさの開始が13と。さあ今度はあやですね、はい、なんでか垂直落下あろうともこの戦略を放棄することはできないので、うん、中道選手は、まあ、どれを抜こうが結局のところは、まあ、もう抜き切れないということなんですかね。もう垂直落下どれも当たるからっていう感じですね、はい、だからもちろん残ったやつはかなりやばいと。なので垂直落下もうこれにされてもいいやと、はい、されたらペガサスとかその神婚伝令残るからっていう感覚でプレイしてるはずですなるほど。そうじゃないとちょっとどうしても緑って盤面が強くてあのダメージが通んないんですよね。はい、まあ、これはやられるでしょう。はいですね、はい、もうそれはもう中道さんも折り込み済みと。折り込み済み、こればっかりはしょうがないと、はい、さあここは司令官、司令官先導者ですね。はい、先導者ですね。司令官じゃおじカードやっちゃってエコーはついてないですと。はいついてたらめちゃくちゃ強いんですけどね。さあこの先導者の開始4ターン目結構迷っていますが、そうですね、武田さんの、4マナ行き、まあ、大蜘蛛もしくは、さっきも出した、イノシシ、はい、あれですね、ここ交換するかどうか悩んでるのかな、まあ、一応殴る選択肢もあるんですよね結局、はいはい、しかしまあそれはないぞと、うん、はい、イノシシ出して終わりですね。まあ、大蜘蛛あったらさっきの、 あの垂直爆弾打たないような気がしてきなくて、そうですね、まあ我慢しそうですよね、はい、さあ4ターン目はパスと、そしてとフラッド気味ですかね中道さん。あ、ただステルはあるようですが重いカードが多いんでしょうかね。多分信仰の伝令持ってそうですね。それっぽいカードが今シャカシャカから本当ですか、見えたように。シャカシャカ中道さんかなり早いから結構あ、一番上がそれっぽいですね、信仰伝令なので、まあ少しその猛攻は止まりましたが、ここから中道選手が押し返していくんじゃないかと思われます、はい。しかも伝令、綺麗ですね。そうですね。あ、はやぶさの2枚目と、しかも伝令はあのサイズ的にも大蜘蛛を超えてました。お、なかった。なかった。あ、ということはこれ、ね、あのラス入れてるパターンかな。超輝きで一気に。いや、うん、いや手札に今クリーチャーがあったのに出してなかったんで。そうですね。高もあったのに出してなかった、ね。はいはいはい。っていうことはじゃあ結構サイドインアウトして、それこそさっき言ったドラゴンとか1枚で強いカード多めに入れて、はいはいはい、ラス。浄化の伝令を打つ、浄化の輝きを打つプランにしたのか、うん、なるほどね。いや、じゃないとおかしいですもんね、手札にクリチャーいたんで今出しますよね。まあ武田さんとしては、まあ、ケアできないので、はい、まあ、クリチャーどんどん、あ、ありました、ありましたね、しかも持ってますね、ちゃんと。さあ行くんでしょうか。
もうちょっと我慢する？いや、言いました。さすがに我慢できないと。さあ、クイちゃん破壊と。お、ここ、一本目ラッパで勝ってからの二本目、これはなかなか。芸術点は高いですね。芸術点、いや、うまいですね。はい。さあ、アクアランド、そして、武田さんは少しフラッド気味。あ、で、あ、やっぱ、そういうことか。はい。火山ドラゴンと。完全なゲームプランですね、これは。プラン勝ちを今していますね。はい。素晴らしい。さあ、一気にダメージを刻んでいきます。そして、飛行が強いと。強いですね。いくら垂直落下されようとも強い。しかも手札もクリーチャーも B アシードのグレン術師が、あ、溜めてるかな？出さないですね。あ、もう1、3で止まってるから、急いで出す必要はないってことですかね。最後2点を詰めるときに使ってもいいだろうと。うん、あ、そして武田さんは、完全にフラットしますね。土地しかない。中道さんも土地が多めに引いてますが、このドラゴンが走り抜けますね。浄化の外壁は非常に強いですね。急にここに2点入れた。3人したと。あ、2体。2体と。一気に強い。はい。素晴らしいですね。はい。なので、この、サイドインした浄化の輝きを使った見事なプランで。はい、勝いたしました。はい。というわけで、イミテード神決定戦、決勝戦に進む中道選手となりました。武田選手は惜しくも、やめてしまいましたと。はい。Jesus